ゃあトイレとお風呂と掃除して汗だくあっちゃんです。ちょっと今日晩ご飯まだ作ってないんでね、晩ご飯仕込んでおきます。ちょっとね、ここにね、ここにね、おかまちゃんにね、4号の、これはね、胚芽米。結構、精米した方。ただ、胚芽残してます。で、胚芽米をね、さっと、切り通して、今回ちょっとね、もう一回ぐらいかな。こんなもんでいいです。はい、ご飯ね。はい、ご飯ね。ここにね、昨日ね、出し取った、カツオちゃうわ。あれ、ハマチと、タイのね、出汁をね、4号、もうちょいか。ダメね。ダメね。もうちょい行こうか。ダメでいいかな。4号のハマチ、とタイの出汁を取って、で、ここにね、塩。塩ね、岩戸の塩を4号だから、小さじ1、小さじ2。だしにね、ちょっと塩入っとるから、小さじ3ぐらいかな。これでよく見る。もう何もでいいかな。小さじ3ぐらいかな。で、にがり。を4号やから3、4、12滴。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12滴。もうなくなるよ。前買ったけど、ちゃうの。はい、で、でね、重曹ね、玄米じゃないんで、小さじ4分の1でいいや。ちょっと、ほんのり膨らましにね。これで混ぜておきます。何もでかない。塩タイハマチ飯をしよう思ってね。ちょっと待ってね、今ピポピポ言うてるでしょ。今でちょっとね、タイとハマチを焼いてんのよ。その間にチャーモン作っときます。ちょっとこれ置いときます。昨日ね、これにね、なんかね、後でおかず作ってくれ。
油抜き不要のね、寿司揚げ、これをね、2枚ほど、これちょっと一緒にね、炊き込んでおきます。よいしょ。大根とか人参入れてもええねんけどな、もういっか。炊き込みご飯にするのに、まあいいや。でね、ちょっとね、昨日さばいた、タイ、昨日半身残したやつどこ行ったっけな、食べたのかな。いや、ちょっと待ってね、これがタイの半身のサンスの、ね、これね、卵、卵ね、タイかな、卵、タイじゃなかった、タイやね。これをね、一緒に炊き込みます。初めてこんな変なことするの。それとね、ちょっとね、昨日ね、さばいてね、これ、タイと、まあ、チキンをさばいたやつ、これね、1日経つとね、ちょっとね、生臭みが出る。あ、ちょっとこれどうやってんの、生臭みが出るのよ。だからこれちょっとね、塩しときます。これにね、塩をしておきましょう。ここには何の塩にしようかな。お、食べてあげた。ちょっと待ってね。はい、ハマチとね、タイの焼いたの。で、タイの卵。これも一緒にね、入れて炊き込みましょう。これで炊き込んでおきます。これにね、塩をね、これどこ行ったっけかな。和歌山の塩、和歌山のね、魚なんでね、和歌山のタイなんで、和歌山のタイに、ではこっちはハマチはどこのか知らんけど、ちょっとね、塩をさささささと置いときます。あんまりやるとね、しょっぱくなっちゃうんで、これね、普通の市販の、お刺身、柵で買ってきてね、柵じゃなく、まあ、賞味期限ギリギリで買うでしょ、賞味期限ギリギリちゃう、見切りで買うでしょ、見切りで買ったら生臭いでしょ、お刺身、美味しくないでしょ、安いだけで。それをね、まあまあ、復活させるの、これ、塩つけてね、ちょっと置いとくの。これでね、何度か置いてみます。蹴ってね、ちょっと置いときます。もう30分、1時間置いといても大丈夫かな。でもしね、しょっぱいかなと思ったら、切って食べてみてしょっぱいかなと思ったら、塩さっと洗ってください。洗うときは
あの塩水で。塩水にして塩水にしてシャシャシャって洗う、それも手やねんけどもね。で塩水もね大体まあ大体海の塩分濃度ぐらい、もうちょっと薄めてもいいかな、まあぐらい適当、塩水パンって適当に入れるからね。それでもみもみってして、で拭いて食べたら美味しいし、もうこれこのままでいってもいいし、でお醤油、お醤油つけてね、もうこれ見てね、だんだんしっとりしてきて、もう水分が出てきてんのよ。ちょっとこれちょっと生臭みがある。やっぱりさばいたすぐじゃないからね。でそういう場合はこうやって塩で、これちょっと置いとくとね、生臭みが消えるんでね、冷蔵庫入れておきましょうね。ラップして冷蔵庫入れておきますね、これね、でね、あとまたね、ご飯前になったら、お味噌汁と、で鶏肉でも焼こうかな、鶏肉か卵かなんか焼こうかな。でちょっとおかず作っていきたいと思います。とりあえずね、あの炊き込みご飯作っておきました。ちょっとあのジップドラッグにね、お掃除用具買いに行くね、カビキラ切れたし、であのパイプユニッシュ切れたしね、結構いろいろ切れてるんでね、ちょっといろいろ見に行ってきます。はい、ではまたね、バイバイ。まだ大丈夫だ、はい。